鶏の胸肉ですね。あと白菜。はい。次、朝起きて最初にすることは、ゲームの朝練ですかね。寝る前にすることは歯磨きしかなくない。大正解。何をしてるとき、ゲームかな。朝方、夜方、当たり前に夜方でしょ、そこは。朝より夜の方が起きてるし、なんなら朝まで起きてる。死ぬ前に食べるなら、お母さんの作った、豚汁。はい。小さい頃の、お母さんのダンススタジオを受け継ぐこと。青春ソングといえば、EXILE さんのエターナルっていう曲ですね。これやばい。はい、告白したい派、されたい派、難しいけど、どっちも。はい。初恋はこれね、幼稚園の時ですね。はい、初デート、どんなコーデで来てほしい。まあシンプルで似合ってたらいいよな。間違いない。恋愛で譲れないことは、どうしようかな、絶対服従。あなたと付き合ったらどんないいことがある。多分生活は一生困んないですね。かっこいい。今一番やりたいことはゲーム配信やりたいです。奥さんお願いします。名前出すんだよ。犬派猫派。犬派。でもこの間マースあって可愛かったから、まあどっちでもいいかも。自分的ツボなメンバーか。うわー、むずい。龍。10年後の自分に向けて一言。今周りにいる素敵な人に今も囲まれてるか。おー、いい。最後に全員へ、カメラに向かって決めをお願いします。